里見騎手は日本の思想家、人文学者、国体研究家、法学者、国中会を創設した田中地学の三男として東京で生まれ、後に里見家へ養子に入る。日本国体学の創始者として知られ、戦前の言論に大きな影響を与えた。1920年旧制和世田大学哲学科卒業。 1922年から1924年にかけて、イギリス、ドイツ、フランスなどに、留学の後に基調、里見日本文化学研究所を創立。1936年、日本国体学会を創立。その後、立命館大学法学部教授に就任、法学博士号を同大より授与され、国体学科を創設、主任教授となる。近年、 戦前期の国家主義に関する研究が進む中、大谷栄一による近代日蓮主義運動史研究、大塚桂、今野信行による政治思想史研究、林直之による憲法学史研究などにおいて、その独自性が評価されつつある。現在も日本国体学会の国体文化で里見に関する研究が行われている。里見騎手は明治30年3月17日、 国中会の創始者である、田中地学の三男として、東京都本所本所横網に生まれた。明治32年春から、当時田中が書斎としていた、鎌倉金目山の獅子王文庫で、母方の祖母とひいばばに育てられ、百人一首や、公共を習う。明治36年、鎌倉市半学校附属小学校に通う。明治40年、藤沢のくげ沼小学校長をが割り木見に、 預けられ、久鵠沼小学校に転校。明治42年、中学へ入学を希望するが、父、田中知学の反対にあい、静岡県三放にあった、国中会の施設最小格で1年間の養生と、厳しい修行に従事させられた。同年、田中知学が行った、夏季講習会の本門会談論、漁政講義で、田中が日本国大学を提唱したことが里見に大きく、 影響を与えた。また、明治43年14歳の時、田中智学の日蓮聖人の教義と大隈重信の国民特本を読み、思想的名場への土壌を与えられ、さらに明治44年、大逆事件の判決に言して、田中の大逆事件における国民的反省を読み、深い感動を覚え、日本国大学への関心を高めた。明治45年16歳で、 東京中野の日本再美中学校に入学したが、在学中に担任教師と宗教で衝突。父田中は激怒し、退学を命じ、甲風園で、風呂滝等の雑益などの懲罰を課す。しかし、失意の里見は、日蓮、官業や渡省に、仏法必ず東土の日本よりいずべきなりとあるのを読み、いつか、必ず海外に遊避して、 日本国体の真偽と日蓮主義の大思想を世界人類に宣布しようと決意した。その保障教師、国中会の書籍販売や印刷を取り扱う友禅堂に勤めることになり、時計、田中沢地と同居、大正3年1月から生息英語学校に編入、1日おきに徹夜の猛勉強を始め、大正5年4月、中学卒業試験に合格。 ついで早稲田大学予科編入試験に合格。大正5年9月入学。大正6年9月、哲学科に進級。大正8年12月、卒業論文として、日蓮主義の新研究を前例のない菊版の単行著作として提出。大正9年7月、24歳で主席で卒業。全学生の総代として、大隈重信総長の面前で謝辞を述べた。里見は、 大正10年1月から翌年2月まで京阪神の国中会支部を中心に大正121回にわたる公演のほか、機関紙、天行民法その他の雑誌の寄稿等の活動を展開した。里見の公演によって国中会の京阪神3局の勢力は一挙に増大し、1500円ほどの渡航費を得た。大正11年3月、国中会天行民法に 外遊に際してと題する短文を書き、さらに4月23日、明治大学行動で開かれた国中会、田中里志学の講演会で外遊送別式を挙行し、田中に、たとえ一万一ヨシストも、学ならずして帰国するを許さず、その際は、彼、地において英語なりドイツ語なりで、追徴講演をせよと訓示を受けた。大正11年5月3日、横浜港より出港し、 6月28日にロンドンに到着。都営後はロンドン郊外ハローオンザヒルに居住。間もなく日本文明の意義と実現を書式ガンポール社から交換。ロンドン大学、エディンバラ大学の教授らと進行した。さらに大正12年春にドイツに渡り、当時駐在部官として赴任していた石原幹事らの協力を得て、独文、古代日本の理想主義と、 その発達を交換し、世界各国の皇帝、大統領、政治家、知識人、宗教家等に寄贈した。哲学博士、ケーテ・フランケラとの信仰を経て、大正13年10月、神戸港に帰庁。里見は、とこ前から研究所の設立を希望しており、資金調達のため行商宣伝を行った。田中知学はそれを称え鑑賞の字を記すとともに、金200円を寄付した。 里見は、大正13年11月26日、湘南藤沢を皮切りに全国45、箇所を巡行し、約2万円の設立準備金を達成し、12月、兵庫県六館寺に、里見日本文化研究所の仮看板を掲げた。大正14年4月28日、開所式を挙行、日本語、英語、ドイツ語の創立宣言文を、内外の代表機関に発送した。 大正15年2月に帰還し日本文化を創刊。また、この時期に学的な成果として日本国大学外論を書き上げた。昭和2年、兵庫県西宮宮西町に施設が落成。同年9月24日に落成式を挙行した。当時4階建て80坪の建物は西宮の一位館であった。里見は西宮で、 国体論の人文社会学的研究の必要を提唱した。大正から昭和にかけてマルクス主義が台頭するとともに、従来の心情的国体論は無力化し、知識階級はもとより青年層全体の支持を失いかけていた。当時、国体論といえば、実践的にも理論的にも資本主義を擁護する主張であり、資本主義を否定するものは反国体的であると断定し、 それに反対する社会主義者も資本主義と国体とを区別しようとしていなかった。里見は昭和2年12月の日本文化に国体科学を提唱するの一文を発表し、次々と研究成果を公表。昭和3年4月に刊行した国体に対する疑惑は陸軍士官学校や刊私立有名大学の学生たちが抱く国体に対する疑惑に対して解明を与え、 当時一大センセーションを巻き起こしたほか、昭和4年11月アルス社から天皇とプロレタリアを交換。この書は日本史上天皇と無産階級が対立したことはなく、当時も全く対立していないことを示す内容であったが、百般突破の大ベストセラーとなり、文字通り落葉の死化を高から締めた。これらの活動により、里見の理性的な国体科学の活動は、 全国民各層の注目するところとなった。里見は、マルクス主義を筆頭とする過激思想と誤った国体論の撲滅戦として、国内や朝鮮半島、満州、シナにも足を伸ばした。昭和3年、里見は、地方巡行を行いつつ、共産主義勢力の脅威に対抗するには、国体科学の旗印のもとに団結し、街頭に進出する意外なし、と決意し、 国体科学連盟を創立、そして帰還し、日本文化を国体科学と解題、社会新聞を発行した。国体科学連盟を通じて、大衆の中に共闘法を作りつつ、一方では国体問題の科学的解明に従事、その成果を国体科学総書として刊行した。里見は、第2巻、国体認識学において、初めて法学理念としての天皇統治における、 統治権と統治部を分析した。昭和3年11月、国体科学連盟は、新低速移体転報宿に合わせて、演山公演をはじめ京都市内数箇所で3日間に、渡り、果敢なこと論戦を展開した。左右両翼の誤った国体論に対して、通列な批判を展開する連盟の影響力は、絶大で、改善は富に拡大した。また、軍隊が、 資本家の軍隊であってはならないとして、軍人直輸を、軍隊内の解釈に任せず、国体科学の立場で、活釈することが急務と痛感し、昭和四年十一月、軍人直輸徹底解説を刊行、日本軍内外に多大な反響を呼ぶなどしている。昭和六年十一月、里見は活動の本教京都に移し、活動の主たる任務を、国体の人文社会科学的研究と、 天皇論の理論的構成に置くことを目指した。さらに研究所開設以来、里見の活動に期待する全国の同志らが、里見に大使結社の創設を希望。昭和7年2月、帰還し、社会と国体を観光する機会を捉え、里見に結合を誓う国体主義同盟が誕生。この頃、天皇の科学的研究、国体の学語史的関係、天皇統治の研究を観光した。 また、里見の研究は、次第に、憲法学に進み、帝国憲法の国体学的研究、皇室天般の国体学的研究を表した。特に、校舎を再肯定して、昭和10年に、国体憲法学と題し、出版して、憲法学、法学会に影響を与えた。同年、日本を震撼させた、天皇期間接事件が起こった。里見は、国体学的検知から、 右翼の見延べ博士に対する攻撃の非論理性を鋭く批判するとともに、日本憲法学会における刑事法学の矛盾を指摘して、天皇機関説の検討を執筆、一万部を各方面に寄贈した。さらに里見は、国体科学、国体憲法学の立場から、国民刑務の必要を痛感し、機関説宇つべくんは主体説ともに宇つべしの代価に、独自の国体名著。 憲法正解運動を全国に展開。水尾淵大臣院検事、桶田豊太郎九大教授、吉田和江寛大教授等と憲法上の論争を行った。昭和11年2月11日、里見の学問的使命の遂行を徹底化するため、国体主義同盟を改祖し、日本国体学会を創立。創立創常式を異世界病前で挙行し、機関誌を国体学雑誌と解題。 里見の憲法正解全国巡行とともに、日本国体学会の改正は拡大した。さらに、昭和12年4月、本教東京に移転。これを記念して、明治大学行動で、日本国体学会創立1周年記念、日本国体学術大講演会を開催。里見は、田中里志学、山川千代博士に協力を要請し、 田中地学文下空前絶後の大講演会を挙行。田中にとっては最後の公開講演となった。里見が東京移転後に交換した数々の著作のうち特筆すべきは国体法の研究である。この書は菊千二2 1 8ページという大著で、主として帝国憲法第一条から第四条までの精緻な研究であった。佐々木総一博士をはじめ学会から絶賛され、 この書によって昭和16年里見は立命館大学から法学博士の学位を授与された昭和16年5月里見は国体法の研究を読んで感名した立命館大学の中川小十郎総長の婚生を受けて立命館大学に憲法講座を担任中川総長は翌年里見に国体学科新設を要望主任教授を依頼した しかし文部省は国体が学問になるか否か疑問だとしてなかなか許可しなかった。そこで里見は文部省担当課長、局長に面談し講義内容の国体学式目標講師案を提示説得し解決した。各して大学機関に初めて国体学科という学科が誕生した。一方、里見の学説や主張を不敬であるとする心情的国体論者や右翼から 里見を排撃しようという激しい批判が起こり昭和18年が頂点となった里見は自身の学問の集大成である日本国大学を執筆するために昭和18年11月に伊勢神宮や柏原神宮で起工式を行い執筆に取り掛かったがちょうどアジア太平洋戦争の本土空襲が本格的始まった空襲警報が発令されると里見は 書きかけの原稿用紙に発令日時を記入、書庫を振り返りつつ避難し、解除になると直ちに戻り、解除の時刻を記入して、執筆にかかった。そして疎開先の秋田県千田町において、昭和20年8月15日、玉音放送を廃した。翌日16日、里見は直ちに、総裁非常訓示を執筆。我が大日本帝国は2600年にして、 真の国体権限の歴史に入れり天展衣服の名を聞き出しこの時にあり、熱類の中に国体を行使せよ。焦度の中より、正義語国の大動念を燃え上がらせよと全国の同志に発送。十八日、大義伝における、霊月国体学講座を旧国再建の第一世として、熱類の中に国体の大義を行使せよの代価に講演を計画し、二十五日、夜開催。 これを伝え聞いた町民は、立水の余地なきほどを参集。里見は、有国の熱弁によって、失意のどん底にあった町民に巧妙と勇気を与えた。物心ともに荒廃し、共産主義と民主主義の風潮に覆われていた日本を、いかに再興すべきかという問いは、里見の念頭を去ることがなかった。帰還し復興に向けて、努力の傍ら、他史を通じて、旧国の筆を振るい、 天皇と共産党、科学的国体論、遺物弁償法と、生命弁償法の単行著作を交換して、分筆を続け、昭和22年3月、国体戦線を復刊した。しかし、占領軍最高司令部から、公職追放され、言論弾圧なども受けている。昭和23年3月17日、里見は、大著、日本国体学、全13巻。 総指数3万5千枚を脱稿、全国同士の参集を得て、4月3日、神武天皇祭にあたり、神武天皇領前で、日本国大学体制報告式を挙行した。その後、里見は、旧国債権と改税の拡大を図るべく、昭和23年8月、西部巡行を皮切りに、年々再々、継続的、波状的な全国巡行を開始した。巡行は育住会に及び、 一回70日に及ぶこともあり、最も多い講演回数は年100回を数えた。昭和26年、活動を再開した里見は、9月23日、中央大学行動で、独立日本の決意と題し講演した。さらに、当面の急務たる問題を、帰還紙で、次々と論評。昭和27年2月、日本国憲法改正案、3月、三笠宮に捧げる。 公会場、4月、天皇の退位と、基本的、人権。5月、マッカーサーの功罪を論図等々で各界を啓発。中でも、日本国憲法改正論は、1万部を国会議員、政府要員、各方面知名人に寄贈したが、世の改正論のトップを切ったものである。その後、里見は、憲法改正、皇室天板改正の悲願に燃えた運動を展開した。 昭和40年11月、里見は戦前、戦中、戦後を一貫して、国体の学術体系樹立と、その専用のため、あらゆる苦難と戦い抜いた70年の歴史を、自伝、闘魂風雪70年として刊行し、一代の活動に一応の区切りをつけた。その後、国体法の研究に、日本国憲法の天皇法を加え、天皇法の研究として発刊した。 昭和49年4月、里見は、里見日本文化学研究所、創立50周年記念文編として、聖徳大使を脱行。4月8日、聖徳大使病に、法恩、社徳の参拝を済ませ、途中熱海に、静養の後、11日帰宅したが、にわかに、ご発病、雇用体はかばかしからず、4月17日夜半に、急変を告げ、日赤病院に入院、集中 5年78歳、5月19、20日謹慎、文科同士参集して、悲しみの恩師葬儀を、剣を治む、国体を政治体制や国民性と同一視するのではなく、そうしたものの基礎に存在する、基本社会イコール民族生命体系とみなす、観点から、シナや西洋との比較研究や、石器時代、神話時代、手話時代、初期歴史時代を通じて、 生成過程をたどるなど、人文、社会科学知見を取り入れた日本国体論を特徴とした。起源説問題では、起源説復活論者であり、科学的根拠に欠けるとして、復活に批判的であった、三笠宮隆人新動に対し激しい批判を展開した。1956年に、国中会と田元を分かつ形で、宗教団体、立証教団を創始した。 立正教団は1959年に宗教法人認証、立正暗黒主義の拠点として徹底的な在家主義を取る。里見の死後、国母純造、溝野口広之助を経て、川本学部史郎に継承されている。立命館百年史通史第一巻、693から699ページ。立命館百年史通史第一巻。 699から702ページ公職追放の該当事項は、里見日本文化研究所所長。ありがとうございます。